皆さんこんにちは。浦安の自転車店ビリーブの山越です。本日は2021年11月18日ミッキーの誕生日です。はい、本日19時1分ですね。ブロンプトンジャパンさんより連絡をいただきまして、2022年の情報の中で一つまだ正式な情報というか、あんまり情報出ていなかった P ラインの話が出てきたので、急遽動画にします。はい、急遽動画にする理由なんですけれども、それは内容がとても衝撃的だったからです。私 P ラインの情報が出た時には、結局はチタンモデルの2速でしょって思っていました。だって情報なかったからね。だからさっきホームページ書き直して、この情報が、2021年11月19日、要は明日の朝8時情報解禁っていう話なので、ホームページはまだ水面下なんだけど、ホームページ書き換えたりとかして、2足ですよなんて書いちゃってたからね。そのくらい私たちも初めて衝撃が走っているところが多いのです。はい、なのでごめんなさい、編集する時間も余裕もないので、一発取って出しでやりたいと思います。なんか前回もそんなことやってたよね。ちゃんとね編集したいんだけども、しょうがない、今回はしょうがない。だって情報を私たちがいただいてから13時間しかないから、ブログ整えて、ホームページ整えて、動画を整えるのは無理。諦めてるわけじゃないけどね。でもやっぱり、すごく新鮮な衝撃があったので、その気持ちはみんなとも共有したいし、動画は一本上げたいなと思って、今撮っています。ただいまの時刻、ギリギリ18日の23時55分です。この時間帯、このマンションの Wi-Fi の速度が遅いのか、なんかね、アップロードすげえ時間かかるんだよね。はい、そんなんもあって今やってます。すいません、遅くなりました。はい、ブロンプトン P ラインの情報をみんなで共有しましょう。8時の段階でブログにも細かく紹介させていただいているので、長えな話と思ったらそっち見てください。なんかラジオ感覚で、家事しながらとかね、通勤中ちょっと聞こうっていうぐらいの感じだと、ちょっと私の話に付き合ってくれると嬉しいです。はい。そうですね。改めて P ライン。P ラインっていうのは、ブロンプトンのチタンモデルですね。軽量モデルとして位置づけられたモデルです。で、さっきもちょっと話してたけど、2速っていうのが今まで定番でした。チタンモデルの歴史って言っても2004年シーズンに、チタンモデルが出始めてから、それこそ15年とか16年ぐらいやってますけれども、ずっと同じフレーム形状、近しいフレーム形状で、2速か3速か6速か入りますよっていうのがもう従来のチタンモデルでしたね。こっちか。はい。ただ生産供給も不安定だったしっていうので、最近ちょっとなかなか出てきていなかったけれども、で今日いただいた情報、非常に衝撃的です。次のレベルのフレームに行きましたと、次のレベルのコンポーネント、そして次のレベルのライドに行きますよって。はい、 P ライン外装の4速モデルになります。外装の4速ですよ。今までは2速でしたけど、それが4速になります。カスタムとか部品を変更している方ならピンとくるかとは思いますけれども、この外装4速って結構インパクトがあります。結構ね、これすごいことなんですよ。ちょっとブログでも書いてるけど、確かにブロンプトンが新しい変速については研究してるっていうのは、数年前から情報はキャッチしてた。でも3速やるよみたいな、3速なんか研究してるよみたいな話があったんだけれども、4速っすかと。そこがまず一つの衝撃。で、もう一つは、それでも軽さ、重量はほとんど変わらないっていうか、なんなら軽いよね。9.65 キロって公式出してるんだけども、9.65 結構軽いっすよ。4速で 9.65 は頑張ったよねって。あともう一つ値段ね。
値段、もうちょっと後で話すけど、値段もすごい衝撃的だった。まあそんな感じでちょっと読み解きながら、なんだろうな、読み合わせじゃないけどね、ちょっと話していければと思います。はい。まず公式の、まあちょっとお話しさせてください。一応またチャプターつけるから、公式の話長えなと思ったら次の山越の感想言っちゃっても大丈夫です。はい。公式です。これまでのスーパーライトモデルはスチールバイクに比べ軽量でより携帯性に優れているという点で世界的に人気がありました。P ラインはより軽く移動しやすくなるよう以下のような改善を行いました。1、新しいコンポーネントを導入することで今までのスーパーライトモデルよりも軽量になりました。2、新しいシステムを導入することで折りたたまれた時の携帯性が改善され、より軽快に移動できるようになりました。はい、次。スーパーライトモデルを上回る性能。重量は 9.65kg からとなっており、以前のスーパーライトモデルよりさらに軽量化されています。そして、新しいコンポーネント。まあ、チタンリアフレーム、スーパーライトホイールセット、4速ディレラー、ローラーホイール、過去メインホイール、多分これキャスターのことなんじゃないかな。で、スーパーライトサドル、スーパーライトペンタクリップ。ペンタクリップっていうのは、サドルを止めてる矢倉のことね。矢倉ってどれ？ここな。はい。はい、あとヒンジクランプレバー&リアフレームクリップ。これね、これ。へぇ。で、商品ディテール。チタンフォークと新しいリアフレームはスチールに比べ 700g ほど軽く、かつ頑丈。新しいサスペンションブロックはペダリングの効率と反応を最大限に引き出し、衝撃吸収性のあるチタンフレームは滑らかな走行を可能にしています。サスペンションブロックも変わるんだね。うん。はい。はい。次、コンパクトギアシステム。オリジナルデザインの新しい軽量かつコンパクトなギアシステムは、まさに都会で使用するために誕生しました。新しいコンパクトギアシステムは、折りたたんだ時にしっかりと収納されるように作られています。これすごいね。ちょっとね、画像これなんだけど、これはほんとすごいから、ちょっとブログ見てみてね。はい。新しいホイールセット。このホイールは泥、水、砂といったあらゆる環境で何百時間ものテストにより開発されました。新しいリアハブを搭載し、ブロクトンユーザーの様々なニーズに応える軽量で頑丈に作られたホイールセットです。はい、改良された携帯性。新しいデュアルロックシートポストシステムは、一番下まで下げるポジションと、転がすために半分のところで留める2つのポジションがあります。スーパーライトサドルの先端をハンドル代わりにして折りたたんだ状態のブロンプトンを転がすことができます。はい、次にカラーです。カラーはプレミアム感あるグロスメタリックペイント。チタンフレームはブラックマットのフロントフォークとリアフレーム。で、カラーは2種類。ストームグレイっていうモデルと、あとミッドナイトブラック。っていうモデルの2色で展開します。逆に言ったらもうこの2色しかやらないみたいね。はい。で、価格です。価格は暫定価格と打たれているのはちょっとあれなんだけど、一応販売価格が税抜きこれ自分で言うかね。はい、税抜きの36万円です。なので税込みは39万6千円ですね。で、ハンドルのまっすぐローバーですね。S ハンドルですね。もしくは、ミドルバー、M ハンドル。どちらかを選ぶことができます。はい。で、金額は変わらずっていう感じですね。で、一応、納期に関しては、2022年の4月から5月に入荷を予定しています。で、正式な、私たちも正式な発注がまだかけられる状態ではないんですけれども、一応ビリーブでは、まあ、初回入荷数も未定だし、事前の予約どこまで取れるかわかんないけれども、でも欲しいなって人は、ちょっと早めに言っといてください。一応リストは作ります。はい。
で、スペックね、これめっちゃニューって書いてあるのよ。わかる？ニューって、まあ俺が作ったんだけど、はい。パッと見てね、18箇所ぐらいね、ニューがあるの。結構面白いところもニューがあるんだけど、これ言う？まあいいや。飛ばしたいとこは飛ばして。飛ばしていいですね。はい。一応モデルが4速です。メインフレームはスチール。スチールはメインフレーム。今まで通り変わらないよね。あと、ハンドルのステムもスチール。それは変わらないよね。あと、フロントフォークのチタンも、まあ、スーパーライトモデルは変わらないね。で、問題は、リアフレームが新しくなりました。全く新しい構造のチタンフレームですね。で、パーツはブラックエディション。コンポーネントはすべてブラックエディションになります。で、ハンドルバーはローハンドルか、あとはミドルハンドル。M ハンドルか S ハンドルが選べるよって。あと、フロントホイールもスーパーライト仕様がアップデート。アップデートしてる。スーパーライト仕様も新しくなってるよと。で、リアホイールね、4速入れなきゃいけないから、4速のスーパーライトホイール、ちょっと注目するべきは、公式の情報に載ってないんだけど、写真見るとロックリングなんだよね。シマノとかと一緒だと思う、システム的に。まだここも詳しい情報は出てきてないけど、一応ブログには俺一応書いてある。うん。で、まあ、4速の変速機、4速のディレラですね。で、スプロケットのセット。これ、まあ、ちょっと知ってる人だと面白いよ。うん。スプロケットがトップが11兆使える。11、13、15、18の履かず構成です。ブログで、ビリーブのオリジナルのギアシート。ビリーブに来てくれた人には、いつもシミュレーションしてるんだけれども、ギアシート一応ブログに載っけてるので、ギアシート見て、ちょっとね、普段乗ってるブロンプトンのギアヒとの比較はちょっとしてみてください。はい。で、チェーンはスーパーライトチェーン。KMC の肉抜きみたいな感じね。うん。で、フロントのチェーンホイールはデフォルトで50兆です。50T が入ってます。で、サドルもアップデート。スーパーライト仕様のサドルが装着されて、ペンタクリップ。あ、さっきも出たな、ペンタクリップ。あ、そう、前の構造か。ペンタクリップ。ヤドクラの部分もスーパーライトだよ、と。で、シートポストはスタンダード。の、シートポスト変えなかったんだって感じだけどね。まあ、でも、シートポストも一回アルミ失敗してるからね。チタンもやったけどね。うん。で、あと、ヒンジクランプレバー。ヒンジがね、ここ、プラスチックだけど、アルミになるって。まあ、これ、ね、チャプター3とかではもうアルミになってたよね。それと、シートクランプ。シートクランプもアルミになるよーって。シートクランプアルミでしょ？んで、リアフレームクリップセット。まあ、ここもアルミになりまーすって。なんか、逆に重くなりそうだけどな。グリップは今まで通りのスーパーライトのスポンジのグリップがついて、あとフェンダー、泥除けもスーパーライト仕様に変わります。あ、フラップちょっとね、またシュッとしてるよ。面白いよ。うん。で、サスペンションブロックがスーパーライト仕様で、ヘッドセットは従来のアルミのヘッドセットですね、スーパーライト仕様になっています。で、タイヤがまだ未確定みたい。シュアルベ1か、コンチネンタルコンタクトアーバンか、あとシュアルベのマラソンレーサー、どれか、だけどまだ確定しませんって。で、こっからちょっと、ビリーブオリジナルの解釈、写真を見て気づいたところね。キャスターホイール。キャスターホイールって、これ今、プラスチック。これが、アルミ製っぽくなってるね。あと、後ろのリフレクター。リフレクターのシステムも、新しいフレーム対応になっているから、これもちょっと新しくなってそうだね。で、写真では、LED のライトついてたけど、まあ、最初からつけてくるかどうかっていうのはちょっとわからないね。あとちょっと面白いのが、チューブね、チューブ。ブロンプトンって純正便式バルブがついてるんだけど、写真ではね、フレンチバルブになってるんだ。なので、もしかするとフレンチでやってきそうだよね。まあ、こんなところが仕様の変更です。まあ、話脱線するのは最後にしようかな。あ、まあ、いいか。実は先日、私が、投稿した、ブロンプトン開封動画の中でデザインのさ、話したじゃないですか。デザインの、こうやってやってるとすぐ出てこないんだよな。ポンプの
取扱説明書、これもちょっと後で載っけとくけどね、この取扱説明書って私出したんですよ。このね時に俺すげえ気になってて、このキャスターホイールとかリフレクターとかなんか絵が従来と違えなと思って、なんか開発してんのかなっていうのは実はちょっと思ってたんだよね。まさかこんな形で出会うと思わなかったから、パッとビジュアル見た時に、あ、あれじゃんって思ってたはい、置いといてで、まあそうですね、まあスペックに関しては今お話ししたところなんですが、やっぱりあの4速っていうのが非常に魅力的です。内装ギアってよく6速とか3速とかってあるじゃないですか。あれってどうしても変速機が車軸の中に入っているんですね、ギアボックス。まあ車で言ったら、まあエンジンブレーキとまでは言わないけれども、やっぱり非常に抵抗が強かった。だから、まあ、最初の1台っていうのは私も6速は進めているんだけども、まあ、2台目とかブロンプトンをお求めになられるお客様って、ブロンプトンの利便性を感じてね、まあ普段使いは6速乗ってるけど、でももうちょっと軽く走りたいんだよねっていうお客様が、まあ、2速とかに今チャレンジしてくれてたっていう経緯があるんだけども、やっぱりその外装の4速になることによって、非常にその、まあ、ギア比の幅も広がるし、まあ、上りもね、トップって言って重いギアも全然走れるから、まあ、すごくそこ魅力的だなと、私自身もすごい欲しいなって思ったね。で、今の説明の中で、例えば先ほどね、シートポストが変わってなかったりとか、あとクランクとかボトムブラケットって言って、この辺を普通の、なんだろうな、今までも全然変わってないよね。だからこの辺ちょっと変えるだけでも8キロ台すぐ行っちゃうよねって。で、価格の36万円税抜きっていうのも、いや、安いと思うんだよ正直。もちろん意見はあるとは思うけれども、今まで私も現場でカスタマイズ散々やってきて、やっぱり金額かかってるお客さん多いからね。だから36万って安って、肌感覚45万ぐらいするんじゃないかなって思ったら、金額見て、え、36万なの？マジか。っていうのは正直なところだね。だから、まあ、結構争奪戦になりそうな匂いがしてる。だから別に煽ってるわけじゃないけども、いや、すごくいい価格帯だと思いますね。まあ、最初、買いじゃないかなってすごい思う。まあ、転がして運べるキャスターシステムとかはちょっとまあおまけかなっていう感じがしますけど、まあ、ちょっとキャスター界はちゃんと私も解説したいんですけどね。で、まあブロンプトンとしては転がすっていうことに対して、まあ、ちゃんと取り組んでいるということは非常に、まあ、ポジティブに私は見ていますけどね。まあでもファーストロット、新しいその変速のシステムも、まあ仕組みというか、まだビジュアルしか見てないから、まあ、なんだろうな、取り扱い繊細なのかとか、折りたたんだ時に他のね、部分と接触干渉しないのかなっていうところも、まだまだ検証できてないし、私自身がね。だからまあ、なんだろうな、まあ手放しに歓迎っていう感じではないけれども、まだ様子見たいところもあるけど、でも非常に面白いと思う。まあ現物で見ないでね、絶賛はできないけれども、まあスペックシート見てる限りだと、いや非常に面白いな、とは思いました。P ラインに関しては、そうですね、情報も非常にブラインドになってきて、今、12時10分なんですよ。今15分くらい喋ってない。もうちょっとね、プリット案件なんだけど、19時にメールもらうじゃん。で、次の日の朝8時に情報公開でよろしくって来てるのに、なんか、本国サイトは20時ぐらい、え、22時か、10時ぐらいになんか上がってたみたいで、結構みんなからね、コメント来てて、ビリーブ知ってるみたいな、あ、はい、みたいな、おい、本国、上げてくれんな、みたいなところあるんだけど、まあ、そこは置いといて、まあ、日本人で、まあ、ブロンプトンを長年取り扱っている人間からして、
どうやって P ラインを捉えてるかなっていうところが、まあ、伝えられたらいいなと思って動画回しました。うん、楽しみ。まあ、本当楽しみだなっていうのが正直なところで、うん、まあ、金額的にはちょっとね、チャレンジな価格帯の方もいらっしゃるとは思うけれども、ブロンプトンにも価値を感じているお客様、ブロンプトンってすっごい普段使いとしてめっちゃ使ってるなって、まあ、6速とか3速とかめっちゃ乗ってるお客様は、劇的にまたそのブロンプトンの利便性を感じることができると思う。うん、私も本当に飛行機乗っけていろんなとこ行くけど、ブロンプトンのね、イベントでお邪魔させていただいた北海道とかもね、結構山2速で私登ってるんですよ。うん、まあでも2速もね、全然行けるから、それが4速になったらまた行動範囲広がるなとかね、もうすごく楽しみだなって思います。で、Believe にもね、またさらに情報をアップデートしたら、逐一でご案内させていただきたいと思うし、試乗車とかね、用意できる機会があるならば試乗車も用意したいし、私自身も非常に楽しみにワクワクしながら新しい情報を待ちたいと思います。はい、完全にこれノーカットでまたやります。編集しないんで途中ちょっとグダグダなところがあると思いますが、まあ、楽しんでいただければ嬉しいです。で、ちょっとビリーブごとで恐縮なんですけれども、実は今週って言っても11月の20日土曜日と21日日曜日、浅草のリンプロジェクトさんと、あとブロンプトンさんですね、ブロンプトンジャパンさんが来てイベントをやります。そこでまた、まあ、山越なりのね、 P ラインの解釈とかもちゃんと話ができればいいなと思うし、ビリーブ実は4速モデルの試乗車あるんですよ。まあ、リディア製だけどね。まあ、だから4速ってどんな世界なのっていうのは実はご覧いただける。はい、なので、まあ、ちょっとね、ご興味ある方はぜひお立ち寄りください。はい、試乗会は朝10時から17時予定になっております。リンプロジェクトさんは、なんだ、即売会って言って、まあ、これから今寒くなってきたからね、あったかウェアであったりとか、なんかアウトレット品とか持ってきてくれてるみたいです。はい、すごく私も楽しみです。あと来場特典として一応缶バッジ作るように今手配しているので、はい、間に合えば缶バッジもぜひお楽しみください。浅草のバソクシーっていうアーティストが書き下ろしてくれたデザインが登場予定です。はい、そこも頑張っていきたいと思いますが、何はともあれ今回は P ラインの情報でした。はい、詳しいまた情報は Believe のホームページとかブログご覧ください。はい、お付き合いありがとうございました。じゃあ動画アップロードします。ありがとうございます。